はいどうも皆さんこんにちは。今回は第二次護憲運動についてお話ししていきます。大正時代後半に起きたこの運動は、反発勢力の人物が総理大臣になったことに対して政党勢力が反発した運動です。この運動により政党勢力が一致団結、政党政治の時代が始まっていきます。それでは早速第二次護憲運動について見ていきましょう。当時の日本では大正デモクラシーという民主化運動が起きていました。一部の特権階級が政治を行っている状況を国民が政治を行う状況に変えようとしていたのです。その運動は多岐にわたり、労働運動や農民運動、社会主義運動や女性運動など、さまざまな立場の人が権利を主張していました。そうなると当然ですが、彼らは自分たちの主張を政治に反映したいと考えるようになります。では彼らが主張を政治に反映するにはどうしたらいいでしょう。答えは選挙です。選挙で自分の主張に近い人に投票すれば、自分の主張を政治に反映するチャンスがあります。しかし問題だったのは当時の選挙法です。当時の選挙権は直接国税を3円以上払っているお金持ちにしか与えられていなかったからです。つまり国民の多くは選挙権を持っていませんでした。そんなのはおかしい、私たちも日本国民だ、選挙に行く権利があるはずだ、金額の制限をなくせ、そのように主張し始めたのです。こうなると政党勢力が動き始めます。国民の主張は正しい、普通選挙を実施すべきだと言って普通選挙賛成を主張し始めたのです。このような動きを受けて、当時の総理大臣である山本権兵衛は普通選挙実施に向けて動き始めていました。しかし皇太子の暗殺未遂事件が起きたことにより、山本権兵衛は責任を取って辞職、普通選挙運動は棚上げ状態になってしまったのです。こうなると新しい総理大臣を決めなければいけません。当時の総理大臣は元老と呼ばれる人々によって選ばれていましたが、元老の山縣有朋はすでに死んでおり、松方正義は病気で寝込んでいました。となると最後に残っているのは西園寺公望です。西園寺公望はもうすぐ選挙がある、選挙は公正に行われるべきだ、一つの政党に偏らないようにしよう、政党以外から総理大臣を選ぼうと考えました。そこで選ばれたのが政党とのつながりが薄い清浦慶吾だったのです。こうして成立したのが清浦慶吾内閣です。こうして選ばれた清浦慶吾はもはや政党内閣の時代だと考えていたので、あまり乗り気ではありませんでした。しかし選挙に向けての人選と聞いて納得し、貴族院の勢力を基盤に政党とのつながりが薄い内閣を組織しました。しかし裏を返せばそれは政党を無視した内閣だとも考えられます。しかも清浦慶吾はもともと山縣有朋の部下で貴族院出身の人物、反発勢力を代表する人物のようにも見えました。こうして政党勢力は反発を開始、この後に及んで反発による内閣が成立した、清浦内閣を倒せ、そのような風潮が広がっていったのです。難しい状態だったのが立憲政友会です。もともと立憲政友会の総裁は原敬、彼が率いている頃は表では無関係を装いながらも反発勢力を裏で支援していました。しかし原敬が死ぬと立憲政友会は分裂してしまいます。方針は変えないと考えて、これまで通り反発を裏で支援する非総裁派と、方針を変えると考えて新しく総裁となった高橋惟清が率いる総裁派です。こうなると高橋惟清は非総裁派に対抗するために県政会や革新クラブと手を組むべきだと考えます。こうして三浦五郎の斡旋により、立憲政友会の高橋惟清、県政会の加藤孝明、革新クラブの犬飼剛の3名が集まって会談が開かれます。護憲三派連合の結成です。彼らの目標は清浦内閣を倒し、貴族院改革を行い、政党内閣を樹立すること。こうして護憲三派により第二次護憲運動が開始されます。情勢を確認してみましょう。高橋惟清が県政会や革新クラブに接近したことで護憲三派が成立。こうなると立憲政友会の分裂は決定的になります。非総裁派の人々は立憲政友会を抜けて新しく政友本党を結成。彼らは原敬の意思を受け継いで反発勢力を支援する方針を取っています。つまり清浦内閣を支持して与党となりました。さて護憲三派の発足を受けて清浦内閣は衆議院を解散して対抗します。
そうなると戦いの場は選挙です。政友本党が過半数を取れば藩閥の勝ち、護憲三派が過半数を取れば政党の勝ちとなる選挙でしたが、結果は護憲三派の圧勝に終わります。清浦内閣を支持する政友本党は議席を大幅に減らしてしまったのです。選挙に敗北した清浦内閣はこのタイミングで総辞職。こうして選挙で一番得票数が多かった県政界の総裁加藤貴昭が総理大臣に任命され、護憲三派の連立内閣を組織しました。さてこの出来事は一つの節目です。これまでは反発勢力と政党の間で政権を回していました。しかし第二次護憲運動の結果、反発勢力による政治は時代遅れのものとなり、政党勢力の間で政権を回すようになります。相変わらず総理大臣の指名権は元老が握っていましたが、元老は自分の意思で総理大臣を選ばずに、総選挙で最も得票数が多かった党の党首を総理大臣に選ぶようになります。このようにして出来上がった政党内閣の原則を憲政の常道と言います。しかし憲政の常道は憲法上に制度化されたわけではなく、みんなで空気を読んで守っていただけです。相変わらず議会の権限は限られており、軍部や枢密院のような議会の外の勢力も大きな力を持ち続けていました。何はともあれ衆議院第一党の憲政会の総裁加藤貴昭が総理大臣となります。この加藤貴昭による護憲三派内閣は三大政策を掲げており、普通選挙、後期粛清、行政整理の3つでした。順番に見ていきましょう。まず最初に普通選挙についてです。成立した経緯からわかるように、加藤貴昭内閣がまず実現すべきことは普通選挙法の成立でした。こうして国民が願い続けていた普通選挙法が成立します。普通選挙とは何かというと、納税額、財産、身分などによる差別なしに選挙権、非選挙権を認める制度のことです。歴史的には女性の参政権が認められていない場合でも、それ以外の制限が撤廃されていれば普通選挙と呼ぶことが多く、今回の選挙法でも女性の参政権は認められていません。衆議院議員の選挙権を満25歳以上の男性に与えるとされており、納税額による選挙権の制限は撤廃されました。この選挙法改正により有権者の総数は328万人から1240万人に増加、つまりこれまでの4倍以上となったのです。次に後期粛清についてです。後期粛清といえば分かりにくいですが、要するに治安維持法のことを指しています。以前第一次世界大戦の動画でお話ししましたが、大戦中にロシア帝国は崩壊し、世界初の社会主義国家が誕生していました。ソビエト連邦です。この出来事は世界中に影響を与え、世界的に社会主義運動が激しくなっています。そこで日本の政府は普通選挙で選挙権が拡大される、つまり労働者たちが選挙権を持つ、そうなると社会主義運動が活発になるだろうと考えます。こうして政府は社会主義運動を取り締まるために治安維持法を制定したのです。そこでは国体を変革したり、私有財産制度を否認したりするものを処罰すると定められており、後にこれが改められたり拡大解釈されたりして、様々な反政府的言動を弾圧するための思想弾圧に用いられていくのです。最後に行政整理についてです。当時の日本は大戦景気の終了や関東大震災の影響を受けて不景気です。お金を使うことはできませんということで、緊縮財政の方針を取り、政治の無駄を削減していきます。特に注目されたのが軍事費でした。第一次世界大戦後、世界的に平和を求める風潮が広まっていましたので、日本も軍事費の削減に取り組んでいきます。ということで軍縮を実施していきました。陸軍の4個師団を廃止して、削減した費用で戦車隊、飛行機隊、高射砲部隊などを新設。師団廃止で仕事を失った軍人は学校に配属し、軍事教練を行わせました。このような軍縮を行いながらも軍備と軍隊の合理化を行うという巧みな軍縮の結果、軍事費が大幅に減少し、財政の緊縮に役立っています。さて少し話は変わりますが、第一次世界大戦が日本に与えた影響を見ていきましょう。第一次世界大戦で日本は戦勝国になりましたが、ドイツが敗戦国となったことは日本にとって不安の種でした。なぜなら大日本帝国憲法はドイツの影響を受けて作られていたからです。ということで立憲政友会の高橋惟喬はドイツが負けた原因について考えていき、
参謀本部の統帥権の独立が原因だと考えました。こうして高橋惟清は日本でも参謀本部の統帥権が独立している、これを改めるために参謀本部を廃止すべきだと主張するようになります。しかし陸軍は反発勢力の根拠地です。当然ですが反発勢力から嫌われます。こうして高橋惟清は立憲政友会総裁を引退に追い込まれ、代わって新たに入党した陸軍出身の田中義一が総裁となりました。こうなると高橋惟清を失った五軒三派の結束は一気に緩くなってしまいます。しかも田中義一は五軒三派の維持よりも政権奪取を目指したため、五軒三派は崩壊してしまいました。その後革新クラブが立憲政友会に合流すると、政友会は憲政会との提携を打ち切ると宣言。こうして加藤内閣は総辞職に追い込まれてしまいます。立憲政友会としては次は我々に政権が回ってくると考えていたのでしょう。しかし元老の西園寺金持は加藤内閣は世論の支持を失っていないとして、加藤高明を再び総理大臣に任命。政友会の目論みは失敗し、憲政会単独内閣として再び加藤内閣が発足するのです。さていかがだったでしょうか。こうして普通選挙は実現され、政党内閣を打ち立てる基盤が築かれました。しかしこのタイミングで2人の人物が死んでしまいます。1人目は総理大臣の加藤高明、2人目は大正天皇です。加藤高明の死後後を継いだのは若槻礼次郎。その若槻礼次郎内閣の発足後、大正天皇が崩御され昭和時代が始まっていきます。ということで次の動画は忙しい人のための宣伝です。それではまた次の動画で。